松山幸せみのりや。内装はやっぱり和な感じがいいな。お、このすだれもまた何やってんの。いや、友人が今度夢のマイホームを建てるらしくて、私も何かアドバイスできたらなと思って。アドバイスしてあげるならちゃんと税金のことを教えてあげなさい。税金ですか。税金だよ。知っていますか。お家の固定資産税。森本さんは固定資産税って聞いたことはありますか。はい、でもあんまり詳しくなくって。固定資産税は毎年1月1日時点で土地や建物を所有されている方に納めていただく税金です。また税額は建てられる家によって変わるんです。お家によって違うんですか。はい、新しく家を建てられた場合、私たち資産税課職員が訪問し調査させていただきます。素敵なお家ですね。そうですね、例えば窓の大きさやキッチンの長さで税額が変わってきます。え、そんなことで変わってくるんですね。そうなんです、設備が多くなると税額が高くなります。他にも屋根や外壁をはじめ、天井、壁、床などに使用されている資材や洗面化粧台、床暖房などの建築設備も税額に影響します。とても細かくチェック項目が分かれているんですね。はい、ここで森本さんに問題です。このような塀などの外構部分は固定資産税に含まれるでしょうか。でもやっぱりこれも含めて家ですもんね。じゃあ含まれるで。はい、正解は含まれません。含まれないんですか。はい、そうなんです。さらにもう一問、このようなカーポートは固定資産税に含まれるでしょうか。だってさっきの含まれてました。含まれてない、はい、じゃあ含まれない。はい、正解は含まれません。やったー。でも家の中の洗面台とかは含まれるのに、この外、これ結構大きそうですけど、これ含まれないんですか。はい、そうなんです。実はお家の固定資産税は建物本体のみで課税するため、先ほどの塀やこのようなカーポートは課税の対象に含まれません。所有している建物を取り壊した際には松山市役所資産税課までご連絡ください。担当者が現地を確認し、取り壊した建物は翌年から課税されなくなります。お家にかかる税金のこと友達にも教えてあげます。ぜひお願いします。皆さんの住まわれる大切な家のことですので、固定資産税についてもしっかり理解していただきたいですね。新築増築取り壊し、理解を深めてマイホームをしっかり管理。いや、さすがに友人も固定資産税のことは考えてなかったみたいで、いいアドバイスしてあげられたね。お家が完成したら一番に招待してくれるそうです。私も建てようかな。いいのですか。これよ、犬小屋。犬小屋ってあんた、うちのワンちゃんの犬小屋よ。あんたがアパートと一緒にしてほしくはない。